白い雲、青い空、逆だった、青い空、白い雲、そしてたくさんの緑。あ、皆さん安心してください。ちゃんと全身日焼け止め塗ってますから、焼けないために一生懸命やっております。ちょっと暑いんで涼しいとこ行きますね。私暑い。今はですね、ホテルじゃなくて、今ちょうど撮ってるんですよ、ナウで。あ、このコメントを撮ってるのもそうなんですけど、ちょっと撮影をまだ継続でしておりまして、スタジオの中に入ってきました。よいしょ。はあ、涼しいお砂。よいしょ。はい、今休憩中です。最近の私なんですけど、なんか配信もののあれみたいですね。最近の私なんですけど、本当に忙しくてバタバタしてて、お家にねちゃんと丸々一日いるってことが本当に少なくてですね、犬がちょっとかわいそうだなっていう風に思うので、ちょっと2017年は犬と一緒にちょっと旅行とか行きたいななんて思います。家でもちょっとラブラブして、2016年の末一緒にいられなかった分、2017年は少しでも一緒にいられるようにしていきたいなって思います。本当にね、娘みたいなんですよ。結婚して子供がもしできたらこんな感じになるのかななんて思ったりとかするくらい可愛くて溺愛してるので、これからも大切に育てていきたいなと思います。あとは2017年は本当に2016年に経験したことをね、たくさん生かして2017年も新しいことにチャレンジしたりとか、既存でさせていただいているお仕事ですね、継続してどんどんいいものが作っていければいいかなと思ってます。結局真面目なんです真面目なんですけど、もうこれが私なんで、私なりにこれからも頑張っていきたいなって思ってます。見ちゃやーよーはい、改めまして今回はグラッツさんかな、ご購入くださいまして本当にありがとうございます。また、イメージビデオが出せるように、グラッツさんから出せるように頑張っていきたいなと思いますので、今後とも小川いおりをよろしくお願いいたします。見飽きちゃダメですよ。また2回目3回目4回目5回目って見てくださいね。以上、小川いおりでした。バイバーイ。